こんにちは、ジュレサッカー大学講師のカズです。今回はサッカーにおける長所を伸ばし短所を克服する方法、3つのコーチングというテーマについて解説したいと思います。これどういうことかというと、以前どっかの動画で言ったのかな、サッカーコーチをやっている時に、どのコーチでも必ず、ね、選手をうまくさせることができるわけではないっていう現状があるっていうお話をね、どっかでした、ツイッターだったかな、したと思うんですけども、やはりね、僕も25年サッカーコーチやっていますと、あ、このコーチだと選手は伸びるなとかね、このコーチのやり方だと選手伸びないなっていうことをね、いろんなこう、自分のチームもそうですし、いろんなスクールとかでもそうですし、他のチームを見てね、来ました。で、そうした時に選手が成長するってどういうことなのか、これ結構難しいですよね。指導されてる方は、何をもって上手くなってるっていうのかね、リフティングの回数みたいにこう数字でね、分かるやつはいいんですけども、そうじゃない部分でね、何をもって上手くなってるのかっていうところがね、分かりにくいっていうのはね、結構現状であるかと思います。これもね、どうしてもやっぱりね、感覚的な部分があるんですよね。僕も指導をやってて、あ、確かに上手くなってるなっていう時に、何が具体的に、ね、何がどう変化したって、それが本当に指導によって変化したのかっていうのを立証するって結構難しいんですけども、その辺はね、どうしてもコーチの勘であったりとか感覚っていうのはね、とても大事になってきます。で、これもね、僕なりにずっとこう考えてきました。で、選手を特にジュニア年代ね、子供たちを伸ばす時に、成長させる時に、何をすれば選手が伸びていくのかってことをね、こうちゃんと考えないといけないなっていう時がありました。なので今回は、具体的にね、この、ね、選手を伸ばす方法っていうのは、伸ばすポイントですね、3つありますよっていうね、その3つについて詳しくね、解説したいと思います。結構ね、この考えをね、どっかで習ったわけじゃないんですけども、僕なりの経験とね、ずっとこう考えた上での今のところの結論なんで、皆さんのね、参考になればいいかなというふうに思います。1番、サッカー選手における長所と短所の特徴です。で、まずちょっと図を出します。で、この図を見ていただきたいんですけども、基本的にはね、サッカーに限らず、長所を、ね、伸ばそうとかね、短所を伸ばす、短所を克服するっていうことが、成長だっていうことを言われるとは思うんですけども、これがね、結構、サッカーの現場ではなんか混同されたりとかね、することがあるのかなというふうに感じました。で、基本的には、じゃあ皆さんが小学校のね、チームを率いた時に、選手のね、ポジションを決定すると思うんですけども、そのポジションの決定っていうのは、こう何によって決定しているでしょうか。おそらく、ほとんどのケースがね、ネガティブな、あれは別として、ポジティブな考え方としては、基本的にその選手の長所を見た時に、どのポジションがいいかなっていうふうな考え方になると思います。足が速くてシュートを打つのがうまいからディフェンスラインに置こうってことはまずないですよね。基本的には足が速くてシュートがうまい、ドリブルがうまいから攻撃的なポジションに置こう、ただちょっと守備が弱いよねとかっていうのがあるかと思います。でも守備がめちゃくちゃ弱いけど守備がめちゃくちゃ弱いからディフェンスラインに置こうってことはないですよね。そういう短所からポジションを選ぶってことはほとんどないと思います。一部ね、コーチによってはどのポジションもないからしょうがなくこのポジションみたいなね、こうネガティブなこともあると思うんですけども、それでも、その選手だったら何ができるかな、例えば入ってきたばっかりの選手だったらね、サッカー経験が浅い感じの子だったら、どのポジションだったらその子活躍できるかなってところを見ると思うんですよね。そういった意味では基本的には選手の長所もしくは短所ではない部分をベースにポジションの決定をすると思うんですね。そうした時に何がね、この何を言ってるかというと、足が速くてドリブルがうまいっていう特徴、長所を持った選手を攻撃に置いたのに、その子の短所である守備の指摘ばっかりをしていると選手は伸びませんよって、ちょっとややこしい話なんですね。ちょっとこれは後々ね、解説していきます。で、ポジションの決定っていうのはそういうふうに行われるはずです。で、じゃあ長所を伸ばすっていうことと短所を克服するっていう、この大きく2つが選手を成長させる鍵になると思うんですけども、長所を伸ばすっていうのはね、こうどういうことなのかって考えた時に2つあると思います。1つは、その選手はそもそも得意なプレーの、ね、精度を上げていく。例えばドリブルが得意な選手が、ね、います。そうするとその選手が、ね、もっとレベルの高い相手でも抜けるように、ね、ドリブル抜けるように、その得意なプレーの精度を上げてあげるっていうことが、ね、一つあるかと思います。と同時に、
今度はいつもドリブルばっかりなんでね、次はワンツーとかコンビネーションというオプションを与えて、よりそのドリブルがね生きてくるようなプレーの幅を広げてあげるっていうのが、長所から見る選手のもう成長のさせ方なのかなというふうに考えております。つまり2つですね、そもそも得意なプレーの精度を上げるのと、プレーそのためにプレーの幅を広げるということですね。これが長所から見た伸ばし方です。で、反対に短所を見ると、短所を伸ばすというよりは短所を克服するというふうになりますよね。でこれはどういうことかというと、短所なんでそもそもできないことですよね。だからできないことなんで、できないことをできるようにするというのが、短所の克服になると思います。この大きく3つがね、選手を成長させる上でのポイントになるんですけども、これは大体皆さん分かると思うんですけども、ここから先のそれぞれの特徴とコーチングの方法を間違うと選手は成長しにくくなる、もしくは選手のパフォーマンスが下がりますという話が今回の一番大きな、メインのポイントになります。で、1個ずつ見ていきますね。じゃあ、得意なプレーの精度を上げるといった時には、得意ではあるんですけども、さらに精度を上げることとかね、ことが特徴です。で、精度を上げていくっていうのは時間がかかりますよね。比較的にちょっとある程度長い目で見ていかないと、どうしても時間がかかっていくかなって思います。ただ、そこに働きかけることっていうのは、選手にとってね、メンタル的に苦痛ではないですよね。ドリブルが得意な選手がいて、そのドリブルをもっと促す。そのドリブルのためのトレーニングをするということは、選手は得意なことをさらに伸ばそうとするんで、メンタル的にはね、そんなに苦痛には感じないと思います。なので、コーチの働きかけ、声かけとしては、その例えばドリブルが得意な選手がいるとすれば、その中のさらなる、ね、細かなキーファクターを修正して、根気強く、ね、繰り返してサポートしていくということがコーチにとって必要なアプローチかなというふうに思います。そうすることによって選手の得意なプレーの精度を上げていくというのがまず一つ目ですね。で、二つ目なんですけども、プレーの幅を広げるですね。例えばさっきの例で言うと、ドリブルが得意な選手がいた場合に、ドリブルだけだとどうしてもね、もちろんその精度を上げていくんですけども、プレーの幅が広がりません。なので、ワンツーとかね、パスアンドゴーで味方を使ってもう一回もらい直すっていうようなオプションを足すことによって、パスをするふりしてドリブルとか言ったように、そもそも得意なプレーも生きてきますし、得意なプレーだけでは打開できない場面もね、違うオプションを与えることによって打開できるようになるっていうような、プレーの幅を広げるっていうようなね、成長のさせ方になると思います。で、これは比較的短い時間で克服できるかどうかっていうのは本人次第ですよね。そもそもそういうことができるかどうかっていうのもありますし、時間はね、かかるのかもしれませんけども、選手のメンタル的にもね、苦痛はあまりないのかなと思います。なぜかというと、自分の良さをさらに引き出すためのアプローチなんで、選手が納得すればね、選手が、なるほどな、ドリブルだけじゃなくてパスをもっとうまく使うと自分のドリブルはもっと生きるんだなっていうふうに理解すると、選手はメンタル的に苦痛ではないふうになると思います。なので、コーチの働きかけアプローチとしては、そういったオプションをね、することによってプレーの幅が広がることを理解させる。選手が理解すれば、選手をね、納得しますんで、そういったね、理由をちゃんと理解させて促すってことが必要になってくると思います。今一応ね、二つ見たんですけども、長所を伸ばす上では、選手っていうのはそこまで、メンタル的に苦痛に感じにくい、のかなというふうに思います。で、反対に、短所を克服する、ね、克服して成長させようとしたときに、どういったことが言えるのかというと、特徴としてはね、そもそもできないことですよね。例えば、攻撃が、めちゃくちゃうまいんだけども、やっぱり守備が苦手だっていう選手が例えばいたとします。そうしたときに、守備がそもそも1対1弱いんですとかね、なんか苦手なんです、ちょっとヘディングの競り合い怖いんですっていう子がいたときに、できないことなんで、どうしても時間がかかりますよね。得意ではないんで、すごく時間がかかってしまいます。なおかつ苦手なことをね、選手にやらせるんで、メンタル的にはね、負担が大きくて苦痛です。もう大体分かりますよね。苦手なことをずっとやれって言われたら結構苦痛ですよね。なので、コーチのアプローチとしては、選手がチャレンジすることを評価してあげる、守備が苦手な選手が思い切って守備に行ったっていうことを評価してあげる、そういうチャレンジしているってところなんで、そういったチャレンジというプロセスを評価して、失敗を、ね、歓迎してあげる必要があると思います。で、選手を根気強く励ましていく、
苦手なことをねやらして、守備が苦手で苦手な守備をやらして、何やってんだと怒られると、そもそも苦手だし、メンタル的に苦痛なものだし、怒られるしで、まあ選手やる気なくなりますよね。じゃなくて、チャレンジしなければいいと、してなければ言っていいと思うんですよね。もうそのビビらずにチャレンジしなさいね。チャレンジしないとうまくならないぞってこうね、叱咤激励していいと思います。でもチャレンジした暁にはしっかりと選手をね、そのチャレンジしたこと、結果は置いておいて、チャレンジしたことをね、励ますっていうことがコーチのね、大事なポイントだと思います。大きくね、長所を伸ばすと短所を克服するではこういうような違いがあるんですけども、その長所を伸ばすと短所を克服することではね、いろんな要素が違ったり、アプローチの仕方がね、異なります。で、これは大体皆さんね、理解されるかと思うんですけども、ここからね、コーチ、我々がよくやるミスをね、ちょっとね、ピックアップして考えてみたいと思います。本来、最初に言ったみたいに、選手の長所を考慮してポジションを決定しているはずですよね。ということは、さっきのドリブルが得意な選手であれば、ね、攻撃的なポジションに置いて、そのドリブルがね、もっと生きるようなね、ポジションの配置だったり、プレーモデルっていうのがあると思います。その中で、例えばその選手がドリブルがね、うまくいかない日もあると思います。その時にその得意なことをやろうとしてた時のミスをね指摘しだすと選手のモチベーションというのは下がります。例えばドリブルが得意でドリブルを期待してそこに置いたのに、ちょっとね何回か取られると、ね、そこはドリブルするんじゃないみたいなね、パスしろみたいなことを言われると、選手の得意なプレーに制限がかかりますよね。そうすると、選手っていうのは自分のパフォーマンスがね上がらないってことをねこう感じると思います。でもちろん、さっき言ったみたいに、プレーの幅を広げる上でね、パスをすることによってどうなるんだぞってことを理解していれば、まあそういった指摘もいいのかもしれませんが、選手の長所とかね、プレーの幅を広げるね、アクションをこう、なんだろうな、制限してしまうようなコーチングに なる、ね、例えばね。そうした時に、今度は、相手のチームが強かった時に、ドリブルがなかなか通用しなくてね、そこで守備が軽くて、守備で1対1抜かれてピンチを招くってなると、コーチとしてはそこね、ドリブルのミスは許せないし、ね、1対1で負けるなみたいなことを、ね、指摘になりますよね。そうするとさっきの図でいくと、長所である得意なことを制限して、なおかつ短所である苦手なことをにこう叱ってるみたいなねことになると、選手のパフォーマンスというのは、ね、ガクッと落ちます。でそれを繰り返していると、選手はね、真面目な選手であればあるほど、なんか自分のプレーは良くないんじゃないかって思いますし、ちょっとね、こう、生意気な選手になるとね、あ、この監督、このコーチの言う通りやったらうまくいかないなっていうふうにしてね、コーチの話聞かなくなります。そういったこうデメリットがあるんですね。そうした時に、やっぱり、僕ら指導者が長所を伸ばす短所を克服するプロセスにおいて、今選手に何を要求するべきかってことをね、考えないといけません。なので例えば僕の場合だと、さっきの話を重複するんですけども、苦手なね、ことに対してチャレンジしてるときはすごく、ね、褒めます。チャレンジしたことを褒めて、まあ、その結果はね、まあ、次でね、次また良くなればいいねっていうスタンスで、まあ、そもそもチャレンジしたから失敗しても全然いいよってね、そのチャレンジは良かったよっていうふうに言います。逆に得意なプレーをね、選手はしない場合っていうのは、僕の場合だとね、促します。その得意なドリブルをやってほしいから、そのポジションに置いてるんだぞっていうね、だからそこは自信持ってやりなさいっていうね、そこが君の、ストロングポイントだということを理解させています。なおかつ、さらに伸ばすには、それだけじゃね、相手のディフェンスがね、上手くなったら通用しないから、ちゃんと味方を使うことも今のうち覚えて、こういう時にはうまく味方を使う、こういう時には味方を使うふりしてドリブルするんだぞってことを教えて、プレーの幅をね、広げるのを作業をしております。で、ゲームに入ってね、まあ、公式戦とかだと、そういったね、指導を考えていても、どうしても勝ち負けとかね、失点得点に一喜一憂する、僕らスタッフはねしてしまうんですけども、その時にねコーチングのやり方を間違ってしまって、選手がダメになっていくってことがあるんで、やっぱり僕ら指導者っていうのは冷静にね、選手の長所が何で、短所が何で、選手は何をしようとしているのかってことをしっかり見極めて、それに合わせてねコーチングする必要があるのかなというふうに思います。はい、まとめなんですけども、まあ、今回は選手をね成長させるために、まあ、長所と短所の特徴を理解しね、どのようにアプローチするかっていうのを解説しました。ちょっとね、この動画だけでは伝わりにくい部分があるかと思うんですけども、選手の長所を潰さない、長所に制限をかけていかないことで、苦手なことだけを、ね、やらせるってことは やってしまうと、まあ、パフォーマンスは下がります。
というところをね、理解してコーチングしていく必要があるのかなと思います。ポイントをまとめるとこんな感じですね。1番、長所を伸ばす方法には2種類あります。1つは得意のプレーの精度を上げる、2番、オプションを足してプレーの幅を広げる、丸2番、短所を克服するにはミスを歓迎しチャレンジしようとするプロセスを評価すること、3番、それぞれ達成するまでの時間が異なりますよということで、4番がそれぞれに対して向上の仕方を間違えないようにしましょうということです。こういったね、一般的に言われる長所を伸ばす、短所を克服する、短所を伸ばすということが具体的には何を意味しているかということをしっかりと掘り下げることによって、我々コーチのね、指導に対するスキルアップというのが図れるのかなというふうに思いましたので、今回こういったお話をさせていただきました。ぜひね、皆さん指導現場でもね、試してみてください。今日の動画が勉強になっている方はぜひチャンネル登録ボタンを押してジュニアサッカー大学ご入学ください。今日の講義は以上です。